それではですね、今手元議員のお話もありましたように、今国会いよいよ改憲案が提案されるかもしれないというような緊迫した状況になっていますけれども、自民党改憲案の問題点を切ると題しまして、日本体育大学憲法案の清水雅彦先生から記念講演を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。日本体育大学の清水と申します。で、一昨年度から私も日体大の応援団部の部長に就任しまして、2年連続箱根駅伝の応援に行ってきましたけれども、まあ、そういう意味では一昨年画期的な野党共闘が実現しましたので、まあ、それまで選挙の応援やったことなかったんですけども、参議院選挙、都知事選挙の応援に入りましたし、昨年の衆議院選挙の時は、授業期間中でしたから、3カ所しか行けませんでしたが、安倍智子さん、海江田万里さん、葛飾明宏さんのところに応援に行ってきました。で、国田圭司さんのところも行ってほしいと言われたんですが、ちょっと学会とぶつかっていて、行けませんでしたが、まあ、そういう取り組みをしております。で、今日は自民党の改憲案の問題点について、頼まれまして、で、まあ、大学の授業は1コマ90分ですが、与えられた時間が65分ですから、これかなり厳しいんですけれども、レジュメの方は詳しくしておきましたので、途中飛ばしながら話をしておきたいと思います。そしてあと講演の中で不十分なところは、受付で、まず一つは救助会見問題について、まあ、これはただで無料で配っているものですけども、私が事務局長代行を務めておる、戦争させない専任会でこのようなリーフレットを作りまして、これは皆さんにもお配りしております。これ大体もう20万部以上は出したみたいです。 で、まあ、ですから、まあ、運動の中で少し参考にしてください。あともう一つは立憲フォーラムと会見問題対策、法律家6団体、6団体は自由放送団も入っておりますけれども、でここが出したブックレット、昨年末に出したものですけれども、これは受付で100円で販売しております。で、今日200人規模の集会で聞いたので50部持ってたんですが、ちょっとこう会場に来て人数ちょっとびっくりしましたけども、これはただ誰が執筆してるかはこの中には書いてないんですけども、一応執筆者は、日本民主法律家協会の大江京子弁護士と、南則夫弁護士、東京慈恵医大の小沢隆一さん、東海大学の永山茂樹さん、そして私と、あと自由放送団の田中隆弁護士が執筆しております。まあ、これもぜひ、参考にしてもらえればと思います。で、あとは私の本 で2012年の改憲案を検討した本、が販売されております。まあ、これは書店で買うと1296円ですが、今日は1000円で販売されておりますので、私のカバンを軽くしていただければと思います。じゃあ、それではレジュメに従って話をしていきたいと思います。で、関数字1のところですけれども、1の1で昨年5月3日の改憲派の集会での安倍首相のメッセージの内容ですけれども、1の1ですが、これも本当に呆れますよね。で、憲法は理想の姿を語るんだ、石川賢治さんの批判的なコメントを紹介しておきました。で、安倍さんは政治学科とはいえ法学部出身なのに本当に勉強してこなかった人だなと思ったわけですけども、憲法はまずもって国家権力制限規範であって、確かに日本国憲法全文には理想についても語っておりますけども、理想を語るのが憲法の役割ではありません。で、だから安倍さんとかは無知だし、しかもあの年で無知であることを恥ずかしいと思ってないから悪質だなと思ってたんですが、でもこの前の施政方針演説でもまたこれ言ってるんですよね。憲法は理想の姿を語るんだと。で、代表質問に対する答弁でもまた言ってるってことは、まあ、当然誰かが言うはずなんですけども、同じこと言うってことは、無
無知以外に、まあ、もしかしたらもう悪質な嘘つきだと思いますけれども、で今の後期末試験の採点をやっていて、まあ、本当に答案読んでいて、あの出来のいい答案読むのは楽しいんですが、出来の悪い答案読むのは本当にもう不愉快でストレスがたまるんですけども、もう安倍首相の発言聞いてると本当にもうストレスがたまってしまうというか、私の授業を取っていれば当然負荷を与える、憲法は理想を語るものではありません。でやはりそういう認識、まあ、枝野代表がこの点から批判をしましたけども、まずこの点からやはり問題があるし、5月3日のビデオメッセージの最後の言葉が共に、まあ、憲法改正に向けて共に頑張りましょう、やはり99条があるんですからこういうことを言ってはいけない、まずそこから批判しなければいけないと思います。で丸2が、いわゆる括弧付きの加憲論で、全部読み上げませんけれども、1項2項を残して自衛隊を名分で書き込む、でこれに対する長谷部さんのコメントを引用しておきましたが、私は長谷部さんの批判は不十分という立場 で自衛隊の存在を国民に広く受けられている、今更憲法に書く意味はない、やはり、向こうは書く意味があると思ってこういう提案をしていますから、私はこういう批判は不十分と考えております。でこの安倍発言を受けて2番のところ で昨年6月6日から自民党の憲法改正推進本部が4つの項目で議論を開始したわけです。で、この自衛隊の問題ですけれども、ただし後で見る日本政策研究センターは3項追加案ですけれども、自民党のこの本部では9条の2で草案を作っておりますので、でまだこれが3項になるのか9条の2になるのかは分かりません。で先ほど紹介したあのこのブックレット、小沢さんの部分では3項と書いてあるんですけども、これまだやはり分からないし、今日は早くのこの全労連の登記資料でもこれ3項って書いてありますけども、これはまだ3項になるか分かりませんので、3項または9条の2と表現しておいた方がいいと思います。多分9条の2の方ではないかなと思うんですけども、まだ分かりませんし、何といっても具体的にどういう条文なのかもまだはっきり分かりませんので、批判も少しこうやりづらいところがあるんですが、この間明らかになっているものから検討していきたいと思います。でそれが一野さんの日本政策研究センターの伊藤哲夫さんという方が日本会議の常任理事政策委員で安倍首相の5年と言われている人ですけども、まあ、彼の昨年の一昨年の論文引用しておきました。3-1です。で会見はまず可見からっていう立場で、3項追加案を提案していて、で1の下から5行目以下ですけども、要するにここで言いたいのは、国民は9条を変えたいと思っていませんから、まあ、だから苦肉の提案だということです。でただ下から3行目以下ですけども、今はこのレベルから固い壁をこじ開けていくのが唯一残された道だと考えるのである、つまりまずはかかる道で普通の国家になることを目指し、その上でいつの日か真の日本にもなっていくということだと言っているように、まずは世論の状況を受けて、条文追加ですけれども、その後には全面的な改憲を考えていると、見た方がいいと思います。で 3-2 が日本政策研究センターが昨年5月3日に発行した書籍からの引用で、ちょっと時間の関係でこれは省略します。でレジュメの2ページ目の4のところですけども、昨年12月20日の自民党のこの推進本部が論点取りまとめをまとめました。で1の自衛隊については2つ併記しておりますけれども、今日の新聞報道でも書かれていたように、まあ、自民党としてはこの2項削除ではなくて2項維持の方でどうも固まってきているようです。であとちょっと要注意なのは、シビリアンコントロールも憲法に明記すべき、という意見もあったということを触れているのは、ちょっとこれ注意が必要だと思います。後で述べたいと思います。そして2の緊急事態についても今日の報道によれば、後者の方はどうもやめて前者の方になりそうだということです。
あと、丸3、そして丸4の教育の充実については、昨年の段階で、無償という、言葉は削って、無償化は、もう断念、するようです。で、3月の党大会までに、具体的なものが出てくると思われます。で次の関数字2のところですけれども、で2の1が従来の9条改憲案政党の9条論ということで、2の1の丸1が従来の自民党の9条改正案です。で2005年と2012年に全面的な改憲案を発表しております。で2005年の改憲案の時は当初は復興色を前面に出そうとしたんですけども、この取りまとめ役の増井陽一さんが復興色を前面に出しても国民には受け入れられないと考えて復興色をどんどん削っていった提案です。増井さんというのはケチだけどリベラルな方ですから、ケチとリベラルは両立しますけども復興色をどんどん削っていったわけです。それに対して12年改憲案は自民党が野党の時だったの で民主党のとの再会を図るために復興色を前面に出していったものです。でその他の項目についてはまた最後に触れたいと思いますが、ここでは9条関係について引用しておきますが、9条2項は残しつつ前項の規定は自衛権の発動を妨げるものではないという文句を付け加える。この改憲案の Q&A ではここでいう自衛権は個別的自衛権と集団的自衛権両方入っているという説明をしております。そして9条の2で国防軍を設置する。だから国防軍が集団的自衛権まで行使するというのが自民党の12年改憲案になるわけです。でレジュメの3ページ目ですけども、で9条1項からもう変えてしまうという改憲案は数が多いので省略をしまして、基本的に1項を残しつつ2項を変えていこうという条文形式の改憲案どのくらいあるのか、渡辺治さんの資料集から抜き出していったものが丸2になります。時間の関係で読み上げませんので後でご覧になってください。これに対して丸3の方が2項を残す、そして、新たな条文を加えるというタイプ でこれは条文形式のものはこの自主憲法規制議員同盟関係のもの2つしかない。やはり従来の改憲派は9条2項が戦力を規定している、普通考えればどう考えても、自衛隊と矛盾するし自衛隊に制約がかかってくるから、だから2項を削除したり2項の文言を変えるという提案をしてきたわけであって、で2項を残すという改憲論は非常に少数であったわけです。でも今回、その2項を変えるという提案をしたのは、従来の改憲論からすれば非常に少数なんですけども、日本政策研究センターの議論を見ればわかるように、国民自身は9条を変えたくない、と考えてますから、そこで苦肉の提案として今回のような提案が出てきたというふうになるわけです。で次がレジュメの4ページ目の丸4のところが政党の9条論で、これは時間の関係で、詳しくは見ていきませんけれども、公明党は2002年の党大会で加憲の方針を決めて、2004年に論点整理を出しております。後でご覧になっていただければと思います。で民主党は2005年に憲法提言を出しております。でただ私自身は、今民主党がその後民進党になって、希望の党立憲民主党に変わったわけですけども、元の民主党関係者にはこの2005年憲法提言について、改めて少し議論してほしいということを要請したんですけども、例えば12月6日に法律家6団体と立憲フォーラム、との意見交換会があったので、その場でもこの2005年憲法提言について問題点を指摘したんですが、でそれは括弧1の丸2で国連憲章上の制約された自衛権の議論ですけれども、ここには国連憲章51条に記された自衛権は国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の緊急避難的な活動に限定されているものである、これは戦後我が国が培った専守防衛の考えに重なるものであると書いておりますけれども、国連憲章51条は
国連加盟国に個別的自衛権だけじゃなくて集団的自衛権の行使も認めているものです。でそれに対してやはり専守防衛というのは集団的自衛権は入ってこないはずですから、私は国連憲章51条と専守防衛は違うし、この民主党の考え方は間違っていると思っています。あるいは国連タクセ軍、PKO への参加を可能にするっていうのが丸三にありますけれども、多国籍軍で、有名なのは湾岸戦争の時の組織ですし、であれ自体問題で、当時野党は批判したし、市民も全国6カ所で、湾岸戦争に際しての多国籍軍への戦費支出、戦争後の総会艇派遣については憲法違反だという、市民平和訴訟という裁判を起こして、私も当時大学院生だったんですが原告として、これに関わったわけ でやはり90年代はそういうタクセ軍についての議論があったわけですし、あるいは92年、政府が PKO 法を、作っていくわけですけれども、これについても米ソ冷戦前の PKO は国連安保理が機能しない中で、北欧やカナダのような国が基本的に非武装で停戦合意、受け入れ同意、中立が成立している時に入って活動するってことをやってきて、これに対する評価は一定程度あるわけですけども、米ソ冷戦が終わって安保理が機能し始めると、時にアメリカのような大国が、そして時に重武装の部隊が停戦合意や受け入れ同意がなくても入る PKO が出てくるんですよね。だから米ソ冷戦前の PKO と米ソ冷戦後の PKO は分けて考えるべきだし、私は冷戦後の PKO に日本が関与するのは問題という立場ですし、なんといっても当時社会党共産党社民連は国会で牛歩戦術まで使ってこの PKO 制定に対して体を張って抵抗したわけです。でしかしこの民主党の憲法提言では、なんかそういう議論を忘れてしまったかのように、細かい議論をしないで単に参加を可能にするとしていて、私はこれは問題という立場で、その立憲フォーラムとの意見交換の場でもこれは批判して、おいたんですけれども、やはり希望党や立憲民主党の人については改めてこの時の考え方、今の時点でどう考えるのか検討してほしいとは思っておりますし、こういう議論が安倍会見には反対と考えている勢力の中にも、こういう議論をする人たちがいるわけですから、私は必要に応じて、批判などはしていかなければいけないというふうには考えております。であと、社民党と共産党たちの省略をしていきたいと思います。でレジュメの5ページ目になりますけれども、で丸5が昨年の総選挙における各党の公約になります。で自民党は従来選挙公約の前面に憲法改正を打ち出すことはしてきませんでした。で先の参議院選挙の時は、政策バンクのところで一番最後に簡単に触れる程度だったんですけども、昨年の衆議院選挙ではもう政策の頭に、この憲法改正を持ってきているという意味では、従来と大きく自民党の姿勢が変わったわけですし、で安倍首相は選挙の応援演説で改憲問題についてはほとんど触れなかったわけですけども、選挙で圧勝したので、この公約が受け入れられたというふうに当然理解してくると思います。で公明党は4行目以下にあるように、家権の立場に立っていて、1項2項は堅持しますと。そして、1項2項を堅持し維持し、自衛隊の存在を明記するという考え方については慎重な姿勢を公約では示しております。で維新の会ですけども、教育の無償化、これは昔から維新が言っていることで、で昨年の5月3日の会計派の集会で安倍首相が9条だけじゃなくて教育の無償化を言ったのは、加減論で公明党を引きつけ、で教育の無償化で、維新の会を自分たちの側に取り込むために言ったことになります。
で規模の等は少し曖昧ですけれども、で、まあ、小池さんが当時の小池代表は、やはり、まあ、元、まあ、防衛大臣だったわけですし、で政治的にはやはりタカ派の人ですから、自衛隊の憲法明記論については否定的な発言をしておりましたけれども、9条改正自体には賛成の立場だと思います。まあ、ただ小池さんが代表を降りて、で今の玉木さんの今回の代表質問なんかを見ると、この自衛隊の存在を欠くという会見には反対の立場を取っておりますので、でまあ、そういう意味では小池路線から変わってきて、まあ、いい方向には向かっているとは思いますけれども、今後の動きを見ていかな、注目していきたいと思います。で立憲民主党については、で私自身はさっき言ったように立憲民主党の候補者を結果的に応援に入ることになったわけですけれども、まあ、それは別に立憲民主党を全面的に支持して応援したのではなくて、まあ、野党共闘の候補者だったので入ったわけですけれども、そして市民連合の支持だったので入ったわけですが、この政策パンフレットはやはり枝野色が前面に出てるんですね。で最初枝野さんが一人で記者会見やって立憲民主党を立ち上げたように、まあ、枝野さん中心に公約も作っていくわけですけれども、でこの中でやはり私は安保法制を前提とした憲法9条の改悪とは徹底的に戦いますっていうのは、これ当然、まあ、楽しいというか評価できるんですけれども、領域警備法の制定と周辺地帯法の強化は私は問題があると考えています。で2015年5月に法律家6団体と枝野民主党幹事長と意見交換した時に、私からは民主党が対案として用意していた領域警備法は問題だというふうに言いました。でそれは、例えばだから離島に武装集団が入った時に、普通であれば警察と海上保安庁がまず対応すべきなわけですけども、領域警備法案というのは最初からもう自衛隊で対応できるという内容になっているわけです。で例えば海上保安庁もそうですし、警察にも銃器対策部隊や SAT という特殊部隊があるわけであって、でそういう部隊が武装集団であれば十分対応可能であって、でいきなり自衛隊を出せば、向こうも対抗して軍隊を出す可能性もありますから、私はこれ、そういう場合にいきなり自衛隊を出すのは問題があるという立場で、問題点指摘したんですけども、まあ、枝野さんの立場は近くは現実的にとその時も言っておりましたけども、まあ、そういう発想の方なので、これを入れてますし、今回の代表質問でもそれを触れているわけで、まあ、一応先ほど言った立憲フォーラムとの意見交換の場では改めてこの問題点指摘しておきましたけども、まあ、ぜひ皆さんも、まあ、立憲民主党の個別の、まあ、国会議員などと接点がある時は議論をぜひしてほしいとは思っております。でそれ以上にやはり私が問題と思うのは周辺事態法の強化であって、でこれはガイドライン改定によって、制定されたもの で情報には書いてなくても実際には朝鮮有事を想定して、その場合に日本の自衛隊が後方支援をするというのが周辺事態法です。やはり今米朝の緊張関係が高まっていて、下手すると米朝で軍事衝突に発展しかねないわけですけれども、もし軍事衝突をすればこれ周辺事態法が発動されて、日本の自衛隊がアメリカの支援をしなければいけなくなりますから、私はやはりこれは問題だと思いますし、日本がすべきことは周辺事態法の強化ではなく私はこれの廃止だと思いますし、米朝間の間に入って対話を促すことが日本がすべきことだと思っております。だからそういう意味では今回の選挙で立憲民主党が躍進したこと自体は評価できますけれども、まあ、個別の政策についてはいろんな形で議論していかなければいけないと思っております。であとまた社民党と共産党はちょっと省略をしていきまして、レジュメの6ページ目に入っていきます。
で丸6でその他検討すべき議論ですけれども、一つは山尾しおりさんの議論で、まあ、立憲的改憲論という言い方をしておりますけれども、でここでは2つ紹介したのが、神奈川新聞のインタビューと日経ビジネスオンラインのインタビュー2つ挙げておきましたが、で彼女の議論は要するにその立憲主義の観点から改憲に歯止めをかけるということで、まあ、善意だとは思うんですけども、でもやはり私自身はこれ危ういと考えておりまして、まあ、そこに引用しておきましたように、仮に自衛隊を書き込むのであればという観点で議論してるんですね。でそして、山本さんの議論は、自衛隊の存在を憲法に書くのであれば憲法に自衛隊の国会によるコントロールを書くべきだと、あるいは防衛費についての一定の上限を書くべきだと言ってるわけですけれども、でこれはだから立憲主義の観点から制限できるというふうに考えているのかもしれませんが、先ほど紹介しましたように12月の自民党の憲法改正推進本部ではこのコントロール論に触れておりますから、向こう側の土俵に乗る議論であって、私はこれ非常に危ういと思っています。あるいはその立憲主義の観点から憲法裁判所を設置して、統制すべきだということも言ってるんですけども、でこれは立憲フォーラムとの意見交換の場ではでもこれ私取り上げまして、この議論は法律のど素人の議論ですよと私言ったんですけれども、よく市民団体市民の方でもね、憲法裁判所を設置すればいいんじゃないかという議論をしますけれども、でそれはやはり私は難しいと思ってまして、なぜならアメリカも日本と同じ付随的検診させという憲法裁判所がなくて通常裁判所が憲法判断をするというタイプを取っておりまして、でも機能している違憲判決がたくさん出るわけです。で付随的検診させだと違憲判断が出なくて憲法裁判所だと違憲判決が出るというわけではなくて、付随的検診させでも機能すれば違憲判決は出るわけです。でなんでアメリカで違憲判決が出るかといえば、これ政権交代をやってで裁判官のバランスがいいっていうかね、その民主党系と共和党系の裁判官、まあ、両方入ってるから機能してくるわけです。でそれはドイツなんかもそうで、ドイツの憲法裁判所についても国会で議会でこれ議論して、人選やっていくわけであって、でそれに対してやはり日本の場合は例えば今の憲法上は内閣が最高裁の人事権を握っていて、で最高裁が下級裁判所の人事権を握ってますから、日本のように長期自民党政権が続けば当然保守的な裁判官が選ばれていくっていうのは憲法上明らかであって、だからもし日本で憲法裁判所を導入すれば、まあ、もちろんどういう形で裁判官を選ぶのかっていうことにもよりますけれども、今のような形でやっていけば憲法裁判所の裁判官も保守的な人が選ばれていって、でしかも通常裁判所の場合と違うのは、通常裁判所の場合は3回裁判できますけれども、憲法裁判所の場合は1回で、判決が出ちゃいますから、ということは、国内で、違憲か合憲かという議論のある問題について一発で憲法裁判所が合憲判決を出す可能性があります。でだからなぜ読売新聞社や維新の会が憲法裁判所設置論を言ってるのかを見抜かなければいけないんですけれども、残念ながら検察官出身の山本さんがそういう視点がないのは私は非常に残念だと思っております。そして日経ビジネスオンラインでも、まあ、似たような議論を展開しております。で私はこれはまあ、もちろんどういう形でこういう議論と向き合うかっていうか、どういう場で、批判するかっていうのも慎重でなければいけないとは思いますけれども、まあ、少しこれはやはり、市民もこういう議論がある、まあ、問題点についても考える必要はあると思っています。で山本さんの議論に影響を与えているのが、山本さんの政策顧問
である、そして、まあ、昨年もその不倫疑惑報道をされた倉持凛太郎さんであるわけですけれども、で倉持さんのウェブロンザので述べていることをそこで引用しておきました。で、そして、2つ目に挙げたのがフラッシュの新年号 でインタビューに答えてるんですけども、でここでは彼がその僕の話は難しいとよく言われますがそれを翻訳してくれるのは山尾さんですと述べていて、で、まあ、山尾さんにこう絶対的な信頼を捨てていて、インタビューに答えているわけですけれども、このフラッシュの中では9条改正倉持思案というものもこう発表していて、まあ、9条の2という形でこういう形の会見をすべきだということを言ってるんですけれども、やはりこれも山田さんのところで指摘したと同様の問題というか、あの向こうの土俵に乗ってしまうという会見論になってしまって、私は危険だと思います。で一応あの民主党は、立憲民主党は枝野代表が9条改憲の対案は9条であると言っておりますし、まあ、なんといってもその丸六の4つ目に挙げた昨年12月の立憲民主党の憲法に関する当面の考え方では、まあ、確かにまあ立憲的憲法論議という表現を使っておりますけれども、現行の憲法9条を残し自衛隊を明記する規定を追加することには反対だと、はっきり立場を打ち出しておりますので、やはり立憲民主党はこの立場でやってほしいと思いますし、あとは党内で山本さんなんかときちんとご議論をしてほしいなというふうには思っております。で、あとまあちょっと紹介したいのが石川健二さんの議論 で例えば今年1月7日の集会などでもこれは述べておりますたけれども、で憲法にあるその公正と党政の側面があるのに自衛隊明記論は統制論がないから問題だという批判の仕方をしていて、でこれを一部の弁護士が少し誤解しているのかなと思うんですが、すなわち、憲法にじゃ逆にその自衛隊の統制規定を入れればいいのではないかと考えている人がおられるようですけれども、まあ、それは石川さんの議論自身、少しまあ誤解を与えかねないのは、石川さんの議論は立憲主義からの議論であって平和主義論からの議論というものが十分ではないので、誤解を与えているのかもしれませんけれども、石川さんはやはり、長谷部さんなんかとは立場が違うんですよね。で長谷部さんや木村壮太さんなんかは自衛隊合憲の立場ですけれども、石川さんはそうではないわけであって、ただそれは普段あまり前面に出さないので、少し分かりづらいかもしれませんけれども、決して石川さんはその自衛隊の存在を肯定するという観点からこういう議論をしているわけではありませんので、これはやはり誤解してはいけないと思います。で、次の2の救助解釈と救助の意義ですけれども、1、2、3の省略をしまして、で4の政府の救助解釈ですけれども、まあ、政府は救助1項の戦争放棄規定については28年の不戦条約と同じ観点に立って、侵略戦争は放棄したけれども、括弧付きの自衛戦争までは放棄してないという立場です。で一応不戦条約によって戦争自体はもうやってはいけないということになったわけですけれども、まあ、実際には自衛権行使は認めているので自衛権行使が事実上の自衛戦争になっていきます。でだからその自衛戦争までは放棄してないっていうのが1項の解釈の立場 で2項については2項は戦力を規定しているわけですけども、レジュメに書きましたように丸4のところですが、戦力っていうのは自衛のための必要最小限度の実力を超えるものであって、超えていなければ憲法上問題がないというのが政府の立場になります。でこれは憲法のどこにも実力っていう文言はありませんけれども、9条と自衛隊を矛盾しないようにするために生み出した解釈になっています。でだから国民の多数派は9条を変えたくない、まあ、でも9条素直に考えれば9条と自衛隊は矛盾してきますので、まあ、そこでこのような解釈を生み出したわけです。
で、だから、まあ、実力っていうのは、要するに自衛隊っていうのは警察以上軍隊未満組織である。でそして、自衛隊を海外に出し集団的自衛権行使しちゃったら他国の軍隊と変わらなくなってくるから、だから自衛隊は海外に出せないし集団的自衛権も行使できないっていうのが従来の政府で、まあ、これについては安倍政権の下で解釈が変わりましたけれども、でも安倍政権でも未だに自衛隊は軍隊とは考えていない、軍隊とは考えておりませんから、当然まだ制約はかかってくるわけです。 でも私自身は9条1項については徹底した平和主義の観点から私は自衛戦争も放棄したと考えるべきと思いますし、まあ、2項についても当然軍隊、自衛のための軍隊も認められないと考える立場であるわけですけれども、でそういう観点から考えるべきなのが上丸5のところ でそれは20世紀の戦争違法化の中で、9条を位置づけるというものです。で初の世界戦争であった第一次世界大戦後に、もうこういう悲劇を繰り返さないために、国際連盟規約を作り、まあ、レジュメの7ページ目になりますけれども、最初の矢印ですが侵略戦争を制限しようとしたわけです。まあ、でも制限だけだと不十分なので、28年の不戦条約によって、侵略戦争を放棄するわけです。でちなみに、まあ、レジュメに書きましたが不戦条約制定の背景にはアメリカで展開された戦争非合法化運動がありまして、まあ、GHQ のメンバーはこれを知っておりますから、9条について大きな抵抗感はなかったんだろうと推測できます。でただ日本のように自衛の名のもとに侵略戦争をする国が出てきたので、国連憲章では括弧付きの自衛戦争、まあ、自衛権行使も制限していくわけです。こういう形で着々と戦争を違法化してきた。でこういう流れの先にあるのはやはり、自衛戦争の放棄であって、9条1項解釈で、自衛戦争も放棄したと考えれば憲法の9条はこのような戦争違法化の最先端に位置づけることができると思います。あるいは R6 の方ですけれども戦争のやり方についてもこの間規制を加えてきました。ジュネーブ諸条約によって文民捕虜を保護するようになりましたし、その後も生物兵器、化学兵器、地雷、クラスター爆弾を禁止する条約を作ってきました。でなんといっても昨年には核兵器禁止条約も作った。で国連ではこの間通常兵器の規制論も展開されているように、着々とこういう面でも規制を加えてきたんです。でそうであればやはり次に出てくるのは軍隊の規制論であって、9条2項で徹底的なその軍隊否定の観点に立てば私は9条2項はこのような戦争違法化の最先端に位置づけることができると思います。じゃあそれでは9条括弧付きの加憲論の検討ですが3の1ですけれども、やはり、まあ、安倍首相は、レジュメに書きましたようにこれまでできなかった歴代の自民党政権ができなかったことをいろいろやってきてますから、さらに改憲もしたいんだろうと思います。でただ先ほど見てきましたように今回の2項を残すという提案は従来の改憲論からすれば後退している。でこれはやはり平和運動の成果であり、憲法を変えさせたくないという世論の反映だと思います。で3の丸2ですけれども、ちょっとまあ時間関係で限界論は省略しますけれども2つ目のところから説明しますと、やはり私が大きいと思うのは憲法上自衛隊が違憲だと言えなくなるという効果だと思います。で2015年のある大手マスコミの調査によれば、憲法研究者回答したうちの6割弱が自衛隊を違憲と考えています。で、まあ、かつては7割8割いたわけですけれども、まあ、安倍首相がよく憲法学者の7割8割が違憲と言っているというのはこれ昔のデータであって最新のものではないわけですけれども、で憲法研究者もやはり保守化が進んでいまして、で改憲を施行する憲法の学会も今存在し、この会員が今増えている状況で、
で憲法学会もだいぶ変わってきたとはいえ、まあ、それでも多数派は自衛隊を違憲と考えております。でやはりこういう専門家が違憲ということによって、マスコミや野党などが政府に対して専門家は憲法違反と言ってるけども政府はどう考えてるんだと追及するわけです。だから政府としては9条と自衛隊は憲法違反ではないということの説明責任が常に生じるわけであって、でそこで先ほど言ったような自衛隊は戦力ではない軍隊ではないなどの制約を課してきたわけです。であるいは保守的な裁判所もそれでも正面から自衛隊を合憲とは言ってこなかった、まあ、実際には自衛隊の存在を前提とした判決は出していますけれども、やはり裁判所も踏み込むことはしなかったわけであって、まあ、こういう憲法研究者や裁判所の姿勢が自衛隊に対する歯止めをかけてきたわけです。でしかし、憲法に自衛隊を明記すればこういう歯止めがなくなってしまう。9条と自衛隊の関係についての、常に求められてきた説明責任も薄くなってしまう、そういう効果があるわけです。でだからまあ、なかなかその、論壇とかマスコミなんかに自衛隊違憲論の立場の憲法研究者が必ずしもこうたくさん出てこないので、まあ、今の憲法学会の状況というのは分かりづらいと思うんですけども、まあ、さっき言ったように長谷部さんは自衛隊合憲の立場ですし、で木村颯太さんも同じような立場であって、まあ、もちろん長谷部さんや木村颯太さんのような、人たちとも一緒に手を組んで、今回の安倍政権がやろうとしていることや戦争法について問題にしなければいけないとは思いますけれども、まあ、一方で冷静にそれぞれの研究者がどういうことを言ってるかは見てほしいと思っておりまして、まあ、それではちょっと横道にそれますけれども、やはり私のようなスタンスのものからすると、地域の救助の会や法律家団体が、長谷部さんは分かるんですが、木村颯太さん呼ぶっていうのはちょっとこう理解不能っていうかね。で、木村さんは、その集団、閣議決定、あるいはその戦争法にかけて、その第三文明にたびたび登場しているように、まあ、彼の基本的なスタンスはやはり創価学会公明党の立場でありますし、で確かに、長谷部さんの言ってることや世論が変わってきたので、まあ、最終的に、戦争法安保法制については問題だということを言うようになりましたけれども、2014年閣議決定については否定してませんよね。でそして個別的自衛権と集団的自衛権重なる部分があるんだから問題ないという立場で、これまあ水島麻子さんなんかがそんな考え方はないということで徹底的に批判しましたけれども、だからもう少し私からすると講演で人を呼ぶ際にはその人の書いてることなんかをきちんと読んでテレビに出てるから読むからきちんとやるしなというふうには思うんですけども、それは小林節さんについてもそう思いますけども、ちょっとこのうちに言い添えますからこの程度にしておきますが、まあ、それさときまあ、そういう憲法上違憲論が言えなくなるという効果があります。でそして何といっても法学一般の方法優先の原則からすれば、やはり2項は残るわけですけれども、そして2項と3項または9条2が矛盾はしますが、後にできた法の方が優先しますから2項は残っても2項は区分化私分化していくわけです。ということは今回の提案というのはやはりこう単なる加憲ではなくて改憲とか壊す憲法の改憲と言うべきだというふうに思います。そして確かに国民の多数派は自衛隊を合憲と考えているわけですけれども、ただ国民がイメージするのは災害派遣、専守防衛に徹する自衛隊であって、で今の自衛隊は冒頭で船田さんからも話がありましたように、もう日米一体化した着々と集団的自衛権を行使するような自衛隊に変わっているわけであります。まあ、実際にはもう戦争法で集団的自衛権行使までするようになったわけであって、まあ、そういう自衛隊を憲法上正当化するのが今回の提案であって、国民がイメージするものとは違うわけです。
でさらには日本政策研究センターが言ってるように、とりあえず自衛隊の存在を明記するだけ、かもしれませんけれども、当然その後には全面的な改憲、例えば軍法会議を設置するとか、全面的な集団的自衛権行使できるようにするとか、そういう改憲が待ち受けているというふうに見ていく必要があると思います。でさらには今自衛隊については憲法に書いてない違憲論もあるから、そういう自衛隊の公共性はあるのかという議論が展開されるわけですけれども、憲法に自衛隊の存在を明記すれば憲法上自衛隊に公共性があるんだということを政府は言ってくると思います。でそれはやはり、夜間の基地の発着などについて周辺住民が裁判やっても政府は自衛隊に公共性があるんだから夜間の騒音ぐらい我慢しろと言ってくる可能性がありますし、まあ、すでに残念ながら自衛隊法改正や、武力攻撃自体法などの有事法制によって有事の際に、指定公共機関に指定されている民間企業の従業員や、まあ、自衛隊法では医療関係者や、土木建築関係者が有事の際に動員される規定がありますけれども、やはり9条があればそもそも有事法制は憲法違反ではないか、まあ、そういう動員は憲法違反ではないかということが主張できるわけですけれども、まあ、自衛隊の存在が明記されればこの辺りについても公共性があるんだから従えということを政府は強調してくる可能性がある、まあ、そういう意味ではやはりこれ大きく、変わっていくと思います。で4のところですけれども、まあ、そういう意味からやはりこう対抗論としては改めて憲法の平和主義を考えるべきであって、で4の丸1ですけれども、やはり国連憲章と憲法は違うわけです。日本語だと国連と連合国と国連、表現を分けておりますけれども、英語だと同じユナイテッドネーションズを使っているわけであって、で日独伊枢軸国と戦った連合国が国連になっていった。だから国連はやはり正義のための戦争はあるという観点に立っていますから、51条で加盟国に個別的自衛権、集団的自衛権行使を認め、42条で国連軍を結成するってことを規定しているわけです。でそして、武力による威嚇と武力行使については、国連憲章では慎まなければならない、だから場合によっては行使してもいいという観点に立っているのに対して、日本はやはり、アジアに対する侵略戦争をやってその反省から憲法を作っていますから永久にこれを放棄する、これ明らかに考え方は違うと思います。でそういう意味では今安倍政権が目指しているのは欧米のような憲法で、軍隊を持ち戦争ができる普通の国になろうとしていることであって、でも先ほど見た戦争違法化の流れからすれば日本は欧米のような国と比べれば優等国であるわけですから、私はわざわざレベルダウンして、普通の国になる必要はないと思います。で一方で今世界には、で昨年のニーデンの集会では27の軍隊のない国家があるという話をしましたが、でどうもその軍隊がない国家と思われていたモルディブについてはもうこれ違うというふうに指摘されておりますので、そうすると今26の軍隊のない国家がある。でそういう意味では日本が目指すべきことは憲法の観点から27か国目の軍隊のない国家に目指すべきであって、まあ、このどちらに行くのかが問われていると思います。そして4の丸2ですけれども、安倍首相はこの間積極的平和主義について言ってきています。でこれは一部の人たちが安倍首相の造語だという人もいますけれども、まあ、多分そうではなくて、そこに書いた日本国際フォーラムという民間シンクタンクが2009年に積極的平和主義についての提言を出しております。でここから取っているのではないかと思いますけれども、この提言は要するに憲法の9条は消極的受動的平和主義であって、これを積極的能動的平和主義に変えなければいけない、その内容は武器輸出禁止三原則や、非核三原則の見直し、集団的自衛権行使の容認、こういう内容からなっておりまして、実際にその方向で安倍政権は進んできています。で実は安倍首相はこの組織のかつて参与を務めていたんですね。
で今は参与を降りておりますけれども、参与を務めていたので当然ここの議論の影響を受けていると思います。でちなみに小池百合子さんはこの組織の評議員を務めておりまして、これ今でも務めています。これホームページで、このフォーラムのホームページで、確認できますから見ていただければと思いますが、東京都知事の肩書で評議員を務めています。だから小池さんも安倍さんなんかと変わらないタカ派だと思います。やはりこれに対しては4の丸3ですけれども、私は憲法の平和主義から対抗すべきであって、この間平和学憲法学の中では、消極的平和と積極的平和の議論を展開してきました。まあ、安倍さんは知らないようですけれども、で消極的平和っていうのは誤解を与えかねない表現ですけれども、これは要するに何かをしないことによって得られる平和と考えておりまして、まさに9条が戦争をしない、軍隊を持たない、これ消極的平和の考え方に立っています。でこれに対して積極的平和の方は、物理的暴力である戦争だけじゃなくて、貧困のような構造的暴力も積極的になくすという考え方に立って、になるわけですけれども、レジュメの7ページ目の一番最後のところに憲法全文の2段落目の部分引用しておきましたが、この下線を引いている先制令受圧迫偏強恐怖欠乏、これがまさに構造的暴力になるわけです。でこれをなくそうと言ってるのが憲法の観点 でいわゆる平和的生存権ですけれども、これがなかなかラディカルで画期的なのは、権利主体を日本国民にしていないわけです。全世界の国民にしているということは、日本国民だけ、戦争と貧困のない状態で暮らせばいいという一国平和主義ではなくて、世界から戦争と貧困をなくそうと考えているのが憲法の立場になるわけです。でやはり国連が今のテロの背景には世界の貧困問題があると言ってるんですから、だから日本がすべきことは憲法に従って、9条に従ってアメリカの対テロ戦争に加担しないこと、憲法全文に従って世界の貧困問題をなくすことになると思います。でただ日本だと例えば9条の会などがそうですけども、9条は確かに画期的な否定であるわけですけれども、まだまだこの憲法全文に注目が集まっておりませんから、これはやはりしっかり見ていく必要がありますし、2012年の自民党の改憲案では9条を変えるだけじゃなくて、ここに引用した憲法のこの全文、この部分は全部削除ですから、ですから絶対こういう改憲を認めさせてはいけないし、今ある憲法のことで、日本政府はいろんな取り組みをしなければいけないと思います。で関数字さん、その他改憲論についてですけれども、で高等教育の無償化については、私はこれ自民党は最初からやる気はないと考えていましたけども、さっき言ったように結局は無償化自体はもう諦めています。でちょっと緊急事態条項を飛ばしまして、選挙制度については、要するにこれは違憲訴訟が行われていて、でそれ解消するために、5億を作ったんだけども、評判が悪いから都道府県単位で一人の参議院議員を選べるような憲法にしたいと考えているようですけれども、でもこれは憲法43条で、衆参両院の議員は全国民の代表としているわけですから、すなわち都道府県の代表とは書いておりませんから、43条とぶつかってきますし、でやはり一票の格差解消 していくには、参議院の選挙区を廃止して、比例代表で一本化すればいいわけであって、こういう方向で私は対応すべきだと思います。で3の2のところですけれども、やはり今後、日本政策研究センターも言っているように、全面的な改憲を目指してくると思います。その時にはやはり参考にするのが2012年の自民党の改憲案だと思います。でそこには主な項目を書いてきました。これについては先ほど言った私の本で詳しく書いてありますから、この部分は詳しく言うと本が売れなくなりますから本だけ述べていきますけれども、一つは国家主権が全面で出る、日本国憲法全文は日本国民はから始まっているのに、自民党改憲案は日本国はから始まっていて、
この後には天皇をいただく国家であってと続くわけです。でこれと関連するのが丸二で人権制約の原理を書いている。で今日本国憲法では公共の福祉に反しない限り人権は保障されると考えています。で公共の福祉という言葉概念が分かりづらいんですけれども、英語で言えばこれパブリックウェルフェアであって、パブリックの名詞の意味は人々民衆って意味がありますから、パブリックウェルフェアっていうのは人々の福祉とか利益と考えた方がいいわけです。でだから例えば憲法21条、表現の自由の規定ですけれども、この公共の福祉に反しない限りっていう概念は全ての人権に内在していると考えますので、だから憲法21条表現の自由も公共の福祉によって制限されてしまう。すなわち野放しの表現の自由はないわけであって、表現内容に他人の名誉を傷つけたりプライバシーを侵害するような内容があれば、そういう表現活動は事前に差し止めされたり、事後であれば損害賠償の対象になっていく。すなわちこの公共の福祉による人権制約っていうのは、人権と人権がぶつかった場合にどっちかの人権が優先する場合にもう一方の人権を制限する。で基本的人権というのはこういう形で基本的には他の人権との関係で制限される場合があると考えるものなんですけれども、自民党の会議案ではこの公共の福祉を公益及び公の秩序という文言に変えるわけです。これ2005年の会議案からになりますけれども、でこの表現自体あまり変わってないかのような印象を与えますけれども、やはりそうではないわけで、2005年の新憲法草案を発表する前の段階ではこの文言以外に国家の安全と社会秩序という表現も使っておりまして、自民党の本音は国家の安全や社会秩序が優先する場合には人権を制限してもいいんだというふうに人権制約原理を変えようとしているわけです。でだから今の日本国憲法のもとでは、私たちは盗聴法や共謀罪法は人権を制限する違憲立法だということを主張できますけれども、もし自民党の改憲、こういう形の改憲が通ってしまったら、盗聴法や共謀罪法は憲法上正当化されてしまう。そしていろんな国民の人権が国家の論理で制限されてしまうわけであって、やはりこういう改憲を認めてはいけないと思います。そして緊急事態条項については、頭の方でも言いましたように、12年改憲案のような緊急事態条項はどうも断念するようですけれども、でやはり今後の改憲案でまたこれ出てくるかもしれませんので、要するにこれはワイマル憲法の緊急事態条項を悪用してナチスがいろんなやりたいことをやっていったことを日本でも可能にする規定ですから、こういう規定を認めてはいけないと思います。で平和主義については先ほど言った通りです。でそして3は事務局から事前に、こういう問題についても触れてほしいと言われたこと2点、ありますので付け加えたものですけども、かっこつきの北朝鮮問題にどう対応すべきかという質問がよく出るので、これについてどう考えるかということですけども、確かに市民運動をやっている人たちの中でも、核開発とミサイル発射問題があるので、市民の反応を見て、ね、なかなかこれ反応しづらいと感じている人も多いようですが、やはりこれは考えなければいけないのは、まだ朝鮮半島は朝鮮戦争が終わってないわけです。休戦状態がずっと続いている、そういう緊張関係が続いているわけであって、やはり朝鮮からすれば早く戦争を終結させ、アメリカが朝鮮の体制保障をすれば、こういう核開発やミサイル発射はやめると思いますし、であれはやはり、アメリカを、討議の場に出すための行為であって、当然日本向けにやってるわけではないということを考えなければいけません。でだからやはりこれは日本が安倍首相はそのトランプ全面的支持しているようですけども、やはりそうではなくて米朝の間に入って対話を促していく、それが核開発やミサイル発射にも解決にもつながると思います。であるいはその、中には朝鮮のミサイルが日本を撃ち込むんじゃないか、日本を攻撃するんじゃないかと
言う人が結構まだそれでもいるし、特にまあネット上を中心にタカ派の主張があるわけですけれども、これについてはそこに挙げたのは元朝日新聞記者の田岡俊二さん、まあ週刊金曜日などにもよく、記事を書かれておりますけれども、まあ、彼の新書で紹介しているのは、まあ、政治家などにもその中国朝鮮脅威論を防衛庁などにこう言ってくる政治家がいるけれども、まあ、確かにまあ防衛庁などは、まあ、今の防衛省などは、まあ、仕事として、朝鮮中国脅威の部分もあるから脅威を言わなければいけないわけですけれども、でも本当に朝鮮や中国が日本を攻撃するとは思っていないわけであって、でだからそういう本当に過剰にその朝鮮中国脅威だと思っている人々のことを防衛庁の役人がタカ派ならぬバカ派と呼んでいるという議論を紹介しているわけですけれども、でやはり私たちもバカ派になってはいけないと思います。であとは私は北朝鮮と表現すること自体がもう負けてると思ってまして、で、まあ、大韓民国を韓国、朝鮮民主主義人民共和国を北朝鮮と、政府が表現し、マスコミも表現し、まあ、今市民運動をやる人も表現するわけですけれども、でも私からすれば韓国人に対して北朝鮮人っているんでしょうかと聞きたいわけですし、あるいはそこに書きましたようにこの表現はドイツ連邦共和国を西ドイツじゃなくてドイツ、ドイツ民主共和国を東ドイツと表現するものに相当すると思います。でこれはやはり65年の日韓基本条約で大韓民国政府を朝鮮にある唯一の合法政府と規定したことを受けた表現が北朝鮮であって、その政府の用語をマスコミが使い、そういう政府マスコミ用語を多くの国民も使っているわけですけれども、でかつて共産党は南朝鮮と表現していたのに対して、まあ、残念ながらというか韓国に変えたわけですよね。まあ、確かに韓国は、朝鮮と表現するのは嫌がりますから、まあ、だから南朝鮮という表現は韓国からすればあまり、好ましくない表現なので、まあ、韓国という表現することもわからないではないんですけれども、でも韓国と表現したらやはり北朝鮮は私はないだろうと思いますので、私は単に朝鮮と表現しますけれども、これはやはり私からすると残念というか、もうこの時点で私はもう政府マスコミに負けてると思ってまして、やはりこの表現からも含めてね、朝鮮の問題は考えなければいけないと思います。それはやはりまだまだ平和運動する人でも朝鮮に対する理解が十分ではないというか、まあ、在日朝鮮人や朝鮮との交流が不十分なところもあるからだと思いますけれども、で私自身は北海道に赴任する前には朝鮮大学校の法律学科で7年間非常勤講師しましたし、でやはり在、そういう学生なんかと交流していてね、確かに教室には、まあ、キム親子の、肖像画が飾ってありますけれども、まあ、話をすればね、まあ、本当に、そこらにいる学生と変わらないっていうか、洗脳されてるわけではない、きちんと話ができる人々ですし、もっとそういう国内でもあるいは可能であれば、朝鮮そのものとね、政府が、敵対的な姿勢をとってますから市民が交流していかなければいけないと思います。ちなみに日体大の松並理事長は政府は反対していますけれども学生を朝鮮に連れて行ってスポーツ交流をやってますよね。だから松並理事長は元自民党の国会議員だったわけですけれども、政治とスポーツは別だという観点から学生を朝鮮に連れて行って交流していますけれども、まあ、そういう取り組みをやはり、各地でやるべきではないかと思っています。あと302ですけれども、災害救助で頑張る自衛隊を憲法に明記するのではいいのではないかという質問に対しては、やはりこれはそうであればね、災害救助隊への改編や日米軍事同盟に関わるようなそういう自衛隊の部分については縮小解散を一方で言うべきであって、今のままの自衛隊をやはり憲法に明記するのはおかしいと思います。でこの自衛隊の改編論については渡辺治編の本、
などに具体的に書かれていますから、ぜひ参考にしていただければと思います。じゃあ最後に終わりのところですけれども、でそして着々と3団体が一緒にやる中で、3団体のお互いの信頼関係も強めて、でその結果15年から5月3日は統一集会が実現しましたし、そこに民主党の国会議員が参加することによって、その後市民連合もでき野党共闘もできたわけであって、まあ、そういう取り組みを14年12月以降やってきたわけです。でも残念ながら、都道府県単位ではまだまだ温度差があるわけであって、全国くまなくこの総係や市民連合ができているわけではありません。でそういう意味では、まあ、今後の総選挙あるいは参議院選挙を前にやはりまだ地方では、総係市民連合弱いところがありますから、そういう部分で、やはり、3団体のそして、さらに市民を増やして、取り組みを強化していかなければいけないというのが大きな課題だと思います。でさらにはこの救助の会も加わって、安倍救助会見の全国市民アクションが誕生したわけですけれども、で、まあ、今日の課題でありますこの3000万署名を成功させることが大事です。で一部市民の中には国民投票で勝てばいいんだという議論がありますけれども、国民投票を規定した憲法改正手続き法は欠陥だらけです。最低投票率がない、公務員や教員の国民投票運動規制がありますし、なんといっても14日前までは広告規制がないわけですから、でそうであればお金のある改憲派はバンバン広告を出してくる。で今桜井よし子さんたちが頑張る、ありがとう自民党自衛隊キャンペーンになってますけれども、ああいうのをテレビで散々やられれば、ね、まあ、本当にこう、影響というものは出てくると思います。でそういう意味では枝野代表も憲法改正手続き法の問題点してきましたけれども、今の憲法改正手続き法で私は国民投票すべきではないし、国民投票で、そういうことで勝てると考えるべきではないと思います。でまずは発議をさせないこと、もちろん国民投票になったらなったで運動を展開しなければいけませんが、まずは発議をさせないことです。でそして何といってももし国民投票で否決されたら当分同じテーマでの改憲はできませんから、だから改憲派も慎重になってくる。でそうであればやはり運動を高めて世論を強化して発議をさせないという取り組みが大事であって、そのためには市民アクションなどが提起する毎月19日行動を成功させることと、この3000万署名を成功させることです。ただまだ戦争法反対の2000万署名と比べると、反応が低かったり十分集まっていないようです。やはりこれは戦争法と比べて問題点が分かりづらいということもありますので、まあ、ぜひ、まあ、今日の、この集会などを受けて、各職場や地域で、まあ、皆さん自身が周りの人に分かりやすく、今回の改憲論の問題点を伝えてこの署名を成功していただければというふうに思います。でそれではちょっと時間超過しましたけれども、私の話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。清水先生ありがとうございました。討論は午後から行いますが、今の清水先生のお話でどうしても質問しておきたいということがある方いらっしゃいますか。どうにいらっしゃいませんか。それでは午前中の次第はここで終了されます。清水先生にもう一度お答えそれでですね、